お昼になりました。沢田健二です。はい、今日はね、日替わり弁当買ってきました。今日は買えたよ。はい、今日もメインが今日は激しいね。素晴らしい。いや、実はタルタルがちょっと見えたんですよ、このビニール袋から透けて。だからチキン南蛮かなと思ったら違っとったね。はい、本日の日替わり弁当550円のメニューは、おかずはこちらです。はい、じゃん。あ、白飛びしとる。もしかして白身フライが入ってました。白身フライが、ほら、美味しそうな。はい、うん。あとはまあ、切り干し大根みたいなものと、まあ、いろいろおひたしと酢の物も入ってますね。きゅうりの酢の物ね。はい、でいつものこの定位置にはこのピンクのカリカリが。いただきます。うん、落としちゃいけないんでね、あんまりこう揚げよったら落とすんだね、僕は。うん、うん、うまい。いつもながらにうまい。キノコも入ってますね。これほうれん草でね、うまっ。うん、ブロッコリー、うん、あ、このドレッシングうまいな。ちょっと酸っぱい系のドレッシング、うん。ウインナーもちょっとこれぐらいの焼け目がついとるのがいいですよね。うん、うんうん、うん、シンプルにフライパンの上で油を引いて焼いたウインナーの味です。赤ウインナーの味、うん、うん、あ、これネバッとしてるぞ、これ。これなんだろう。でも味は酢の物の味。うん？なんでこれ。うまっ。すごいこれ。めっちゃ元気になりそうじゃん。うん。ありがたいですね。これから暑い夏になるんで、こうお酢はね。これ吸いますね。うん、メカブか、メカブだ。うん、あ、これは元気になる。おじさん元気になるよ、これ食って。ほんとね、トマトも入っとるしさ。うん、切り干し大根チックのやつ、あ、うまい。うん、ほんとここのお弁当屋さんは飽きさせませんよね。うん、なんか事務所関係に配達するような、このプラスチックのお弁当箱あるじゃないですか。ご飯とあとおかずが入った分分けてから、あれがね、なんか小ずんであったんで、やっぱああいうとこにも配送しよるんかもしれませんね、うん、もしかしたら、うん、もしかして、もしかして、お前が拗ねてるわけは、あ、ご飯食べるとき歌っちゃいけないね、行儀が悪いわ。はい、
あー美味しそう。タルタルがたっぷり。今日はこの後大洲に行って、ね、その荷物を下ろしたら今度ね呉の方へね住み込みに行かなきゃいけないので、またご指名の現場ですよ。しっかり食ってしっかり働く。肉もいいけどやっぱ魚もいいね。まだ焼き魚に当たったことないですね。焼き魚弁当は入っとったことないな。はい、ということで今日は日替わり弁当、メインは白身魚のフライでした。はい、その他副菜も種類豊富でとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。